たまたまかじまちです。今日はこちら映画すみこ暮らし、つぎはぎ工場の不思議な子。ゲームで遊ぼう映画の世界で遊んでいきましょう。では、行きまーすか。さてさてさて、結構やり込んできました、こちらのゲーム。前回はですね、何食べるビュッフェまでやったかな。なので今回は、真似して準備体操から遊んでいきましょう。残りが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、結構ある。あれ、あと11個もあるじゃん。あ、思ったよりあったわ。あ、そうなんだ。残り11個。まあ、今日は3つぐらいやろうかなと思います。では行きます。準備体操、スタート。今日遊ぶ隅っこは、おまかしげ。お、とんかつだ。あ、とんかつ久しぶりな気がするな。難しさは激ムズ。で、このゲームどんなんだっけ、真似して準備体操って言うだけあるから、真似するんじゃない、あ、ですね。真似していきましょう。そうそう、こちらのね、映画ね、Amazon プライムで見れるようになるっぽいですね。いや、もう物語結構忘れちゃったんだよなぁ。てん、てん。はい、はい、はい、ふん。まあ、これを覚えようってことね。覚えるのが大変だよなぁ。あ、遅刻してきた人たちだ。確か遅れてきたよね。では行きます。覚えましょう。てってんてん。てって、はいはい。てって、はいはい。空白らの難しいね。はい、と、はい。あ、間違った。と、はい、と、はい。ボタン間違ったんだ。トゥットゥ、はいはい。トゥットゥ、はいはい。オッケー。トゥ、はい、トゥ、はい。トゥン、タン、フン、ハン。いけてる。2節目で面白くない動くの。かわいいよ。てん、てん、てん。てん、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 てん。喋る余裕がない。トゥ、はい、トゥ。あ、間違った。トゥ、はい、トゥ、はい。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。おし。はぁ、はぁ、はぁ。はぁ、結構間違っちゃったね。あ、でも点数300点超えたわ。オッケー、300点超えればクリアみたいな感じですのでね。ん？エビフェンシップちゃんの帽子やばくない？穴開いてるってこと？え？穴開いてるよね。シップ出てたもん。あーし。激ムズだけど、これは簡単だったかな、小島町にしては。うん。今作のゲーム結構難しいんだよなぁ。よし、じゃあ、お次行きましょう。はい。上手に作っておもちゃのロボット。はい。どんなですか？あ、激ムズ選べますね。遊び方は、パーツをくっつけるだけですよね。タイミングよくパーツを押しましょうってことかな。スタート。うん。じゃーん。ポーズいいよね。はい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 。オッケー。また、音ゲーっていうか、なんだろう、タイミングゲーだね。さっきより操作簡単だから、いいかもしれない。小島ちゃん、あ、一番左の方だ。タイミング難しいね。早くない？ふん、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 ふん。はい。はい。はい。完璧。あ、ずれてる。うん、ミス。早くない？これ。激ムズだから。タイミングわかんないんだけど。はい。はい。はい。材料取るの間に合ってなくない？大丈夫？ほい。はい。はい。もう目の前に来たらボタン押せばちょうどいいかもしれない。ちょっと早めの想定するとダメだ。ほんとぴったりでいいや。ほい。ほい。おお、来た来た来た。コンボ。はい。はい。よし、いけてますね。300点超えるかな、ちゃんと。残りいくつだろう。コンボボーナスをつなげていく。はい、300点超えたー。オッケー。目標達成。あ、終わりか。おお、いけた。操作簡単だったからいけたわ。はーい。また1位だね。とんかつ、ちょっといいかもしれない。調子いいね。
次、ほい、レッツロボットダンスですね。やっていこう。これは、あ、ほんと音ゲーみたいな感じだ。今日は音ゲー系が多いね。それでは遊んでいきます。あ、かわいい。あ、かわいかですね。あ、なんか宇宙人みたいだね、ケンちゃん。では行きます。丸に重なったボタンを押しましょうってやつです。おー、めっちゃおもちゃ動いてる。へん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 。早っ！激ムズだから早いんか。ほい。うわ、ボタンもいっぱいあるからな。難しいね。長押し？うわ、長押しちょっと難しいね。うん、ほん、ほん。うぅ、手が間に合わないよ。ほい。ボタン間違いそうになる。ほい、ほい、ほい、ほい。よし、いけてる。はい。いいねー。ほい。よしよしよし。ほい。あー、ずれた。あー、でもまだコンボは一緒繋がってるわ。ほい。ボタンを間違わないように、タイミングは、ま、ちょっとずれるかいなら許そう。あー、間違った。あー、やっちまった。あ、でも最悪点超えてないね。あ、また間違った。Y と X の場所間違えるな。落ち着いていきましょう。また間違った。ふん、ほん、ほん、ほん。ヒュー、はい、はい。あ、また間違った。ヒュー、はい、はい、はい。あ、やった、300点超えた。今回、一発クリアだね。はい、はい。よーし、一発クリアー。バッチリー。せーの、ハイポーズ。かわいい。あー、300点突破。あ、このシーンか。まだまだ、序盤の方だね。パズルのシーンは。あ、いつもこの後、パズルするんだけど、ちょっとこれやっていい？カプセル神経衰弱。これめっちゃ難しくてさ、これそこそこまでしか遊べないんだよね。ちょっと一回だけこれやって終わろう。もうこれほんと神経衰弱ですね。これがね、難しいんだよね。だって運だもん。うんだから難しいもん。じゃあ選んでいきましょう。まず誰からだ？白クマからですね。え、こっち最後じゃないこれ。え、嫌なんだけど最後。はい。ロボットはそこ。おい、なんであの？おかしいやろ。いきなり、あいね、おかしくなーい？で、ミニコが出たらもう一回自分のターンです。藤巻のターン回ってくるこれ。はあ。ああ、よかったよかった。やっと変わる。ペンギン。うん。あ。え、違うくないそれ。違うよね。藤巻さん動いてる。あ、来た来た来た。藤巻ちゃんは。へへへ。ここで一緒に行こう。これ。そして、ここ。ああ、よしよし。いやー、あとわかんねー。もうあとヒント少なーい。ああ、やっとタピオカボーナス来た。また猫か。猫わからん。うえー、ボーナス来た。やった。あ、これラッキー。いけるかも。はい。はい。あ、でもちょっと待ってよ。忘れた。え、ここなんだっけ？あ、猫じゃなかった。おしよしよしよし、覚えてた覚えてた。ナイス。はい。あー、ないな。今わかってここが車だよね。トカゲだったら、恐竜だからこの辺でいいんじゃない？おー、タピオカボーナス、オッケー。はい。あ、車来た。あ、300点超えてる。あー、やったー、勝ったー。やったー。気まぐれに一回やってみてよかったー。え、猫ちゃんないよね、もう。はい。よっしゃー、突破。ん？あ、そこか。へー。残り少ないですね。あ、タピオカまだいたんだ。藤町、このミニコボーナスいっぱい取れたからでかかったね。ん？お、ペンちゃん頑張ってる。ん？今誰だ？ペンちゃんじゃない？トカゲか。あ、これでもう全部取るじゃない？あ、ほんとだ。全部取れた。じゃ、小島町の無事、勝ち、勝利ということで。あ、このゲームが一番好きかもしれない。よし。目標達成。
やい。ああ、やっと激ムズで遊べる。パズルのピースを揃ったし。じゃ、今回ここまでにしよっかな。それでは、見てくれてありがとう。また次回、続きからお会いしましょう。ならねー。